半税天皇は日本の第十八代天皇。日本初期での名は水葉家天皇。兄弟継承した初の天皇。五世紀前半に実在したと見られる天皇。大晦沙在天皇の第三王子。母は桂木卒彦の女、皇后岩の姫の命。伊沢保明天皇、住吉中墨子の道母帝、小浅妻は久保宿根天皇の道母に。 仁徳天皇八十七年、大晦沙在天皇の方後、反乱を起こした、住吉中津美子その近所である、蕎麦かりを利用して中殺した。李中天皇二年一月四日に立大使。同六年三月十五日に、伊沢穂明天皇が崩御し、翌藩勢天皇元年一月に即位。兄弟継承はここに始まる。同年八月六日。 共には二期ことの娘であるワニツのびめを皇婦人に、ワニオトウトビめを火に立てる。同母兄弟の二天皇と異なり、皇族の妻をめとることはなく、子孫が即位することもなかった。十月に河内多慈比をととする。天下太平であり、何事もなく、在位五年。半税天皇五年一月に皇太子を立てないまま、崩御。あと、弟の尾ア妻は久保スク美子とが継いだ。 寒風志望である、藩税天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大江の見船によって先進された。淡路宮で生まれ養子美霊であった。生まれながらにして、綺麗な歯並びであったので、水葉分けの名があるという。古事記によれば身長は九尺二寸半。水葉別名の名は、歯の長さが一寸広さは二分で上下等しく、整っており、歯を褒め叩いて、 水葉と名付けられたことによる。水派は慶応寺が師匠で、具体的に登場するのは、父の大みそさざ天皇が崩御した直後である。この時時系の住吉中積子が自分を、長兄の大臣伊沢保明孫だと偽って、その婚約者である桂木の黒姫とまぐわう事件が、起きた。これを知られた、住吉中積子は、反乱をくわだてて、大臣の宮殿に火を放ち、大臣は命からがら、 石上神宮に逃げ延びた。それを知った、水原家王子は大使を助けるために駆けつけたが、命を狙われ、疑心暗鬼となった大使からは、住吉中津美子を中殺してくるまで会えないと、言われてしまった。水原家王子は、住吉中津美子のいる南場へと向かった。そして住吉中津美子の側近で、早との差し比例、大臣の位を餌として暗殺をそそのかした。 これを真に受けた、差し入れは川屋に入っている、住吉中積子を矛で刺し殺した。任務を成功させたとはいえ、差し入れの行為は義にも取るものだった。そこで戻ってきた、差し入れとねぎらいの酒を組み交わし、その頭が大きな酒で覆われた隙に、剣で首を切り落としてしまった。こうして、伊沢穂家村の即位が確定し、水原家王子自身は大使となった。 兄が在位6年で崩御した後即位。在位5年で崩御。自責はなく後継者も指名しないままだった。古事記、水鏡に60歳。古事記に従えば崩御した定中年7月は西暦437年に相当。少年は逆算して、兄李中天皇より9歳年下の西暦378年に相当するが定かではない。なお、 皇婦人と称されたのは、史上の美目ただ一人である。皇后を立てなかったのは、聖武天皇に次いで、史上二人目。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。日本書紀に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。との名は田治ひ芝垣偶。 大阪府松原市上田七丁目の芝垣神社が、伝承地、繁税天皇モズ耳原北領領の名は、モズ耳原北梁。区内庁により、大阪府堺市堺区北三国ヶ岡町2丁にある遺跡名、田で、伊山古墳に事情されている。区内庁上の形式は、前方公園。墳九丁148メートルの前方公園墳で、ある。 上記とは別に宮内庁から大阪府堺市北雲津西の町にある遺跡名、長谷二三在古墳が東モズ領母山高地として半税天皇の空ばかに想定されている。また皇居では高霊殿において他の歴代天皇皇族と共に天皇の霊が祀られている。兵庫県南アージの三宮神社には半税天皇聖誕伝説がある。 両書に記される和の王の内鎮に否定する説が有力視される。ありがとうございます。